皆さんこんにちは、パル周辺、お買い物の皆様、あとは通行の皆様、鶴岡市議会議員の草島慎一です。本日は8月15日、終戦記念日という人もいますが、私は敗戦記念日と言いたい、そんな日でありますが、戦後78年、もうそういう日々が経ってしまいました。本当私の親父も含め、戦争を知っている方々がほとんどいない、そういう社会になってきています。今日はこの敗戦記念日の8月15日をテーマに、お伝えをしていきたいと思います。今日私がこのボードを持ってますけど、妖怪の孫っていうですね、これぜひ皆さん、あのAmazon プライムとかで配信が始まりました。妖怪の孫、これぜひ見ていただきたいと思います。これ安倍、妖怪の孫って何かって、安倍晋三のことなんですけど、安倍政権以降、安倍菅、そして岸田と続いて、もう今本当に由々しき事態になっているこの政治の状況ですね。ぜひ多くの方々に知っていただきたいというふうに思います。このまあ、今日は敗戦記念日だから戦争のことをちょっと お話ししますと、あのタモリさんが、昨年末の徹子の部屋で、新しい戦前という言葉を私たちに伝えてくれました。まあ、あれは大きな警告だと思いました。まさに昨年12月16日の安保3文書の改悪、これによって、私たちの国はまさに平和主義国家から軍事国家へ変容しようとしている、変わろうとしています。まあ、2015年の集団的自衛権行使というのを閣議決定で容認し、そして国会でも強行採決で、自公が強行採決をして、集団的自衛権を認めるということを行いました。これは大きな憲法違反です。そして今回の安保3文書の改悪、そして GDP 比 2% の軍事費 OK と、で43兆円 OK だと、まあ、それはまさに憲法違反、第2の憲法違反です。私たちの国は平和主義国家として武力を持たないということを9条に謳って平和主義国家を歩み続けてきました。そして、まあ、自衛隊だけれども、あくまで自衛隊として最低限の軍備を認めようと、これは三木首相の時に 1% までですよということを定めて、軍事費ですね、防衛費、軍事費 1% までということを定めて、ずっと来てるんですが、安倍政権の時にそのタガが外れ始め、そして今回その岸田政権で打ち出された 2% というのは完全にそれを逸脱した、まさに憲法違反であります。まあ、本当はあの憲法違反だかどうだかっていう議論がちゃんと国会でも行われない、まあ、そういうことをですね、内閣法制局の長官だった佐高さんという方が危惧して、岩波の世界という、月刊誌に投稿されておられます。まあ、私は今回、6月議会もそうですし、3月議会、そして12月議会、この平和の問題についても、さまざまな請願に応えて、日本の歩むべきはこうなんじゃないか、そんなことを論じてまいりました。まさにこの鶴岡は、元加藤浩一さんの地元です。で、加藤浩一さんがいた時の自民党の宏池会というのは、憲法9条を守ると、憲法をきちっと守って政治を行うべきだと、まあ、ある意味でハト派と言われるその政治グループでありました。まあ、岸田さんも宏池会のはずなのに、もう全然そうじゃない、まあ、安倍の言いなりになって、まさにその憲法を逸脱したこの安保3文書の改悪、そしてどんどんこの軍事国家に向けたこの予算組ですね、そんなことを堂々とやっちゃっている、私これ許すことはできません。で、なんかこう台湾有事だとか、あと北朝鮮のミサイルだとか、そういうことで煽って、国民を煽って軍事費にどんどん予算をつぎ込もう、
まあ、こういうことがまかり通っているわけですが、これまさにショックドクトリンですよ。危機を煽って情報操作する。台湾有事って誰が言い始め、まあ、なんか麻生がまたなんか最近も台湾でね、なんかおかしな発言をしていますが、あれも憲法違反ですよ。確実にその台湾有事に備えて軍事費を、なんかね、まあ、あの発言もひどい。で、発言がひどいのに、それがひどいと報道しない、この報道機関もひどい。もはや日本のマスメディア、この報道機関は、民主度合いがですね、国際的にもう75位まで下がっちゃってます。安倍政権で相当歪められて、まあ、プロパガンダで報道機関が、なんかもうそれで踊っちゃうと、まあ、政府から言われて、報道機関がそのちゃんとしたことを報道しないということが今もうまかり通っちゃってる。なのでこの平和のことについても本当のことがなかなか伝わっていきません。やれ抑止力だと、台湾有事に対して抑止力だということを言ってますけども、抑止力って中国はもうなんかもう7年後ですか、もう4年後だったか7年後にはもうアメリカに次ぐ、いやアメリカに次ぐは今もそうなんですけど、アメリカをと並ぶ軍事費にだろうとしているわけでして、まあ、そこに対して抑止力ってもう所詮この日本が 2% 釣り上げて43兆円積み上げたって中国に追いつきませんよ。だから何が抑止力とか言ってるのかよくわからない。そして台湾有事とか言ってますけど、台湾はもう TSMC という、まあ、世界の半導体の超最先端の半導体はもう台湾の TSMC が9割シェアを占めているというじゃないですか。だから世界の経済を支えているその台湾の TSMC なんかがあるところが戦場になってボコボコになったら、もう世界の経済がダウンしてしまうわけですから、ちょっと考えたら中国だってそんなことはしないしということになるんですが、どん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 なんか台湾有事だとか、なんか北朝鮮のミサイルがあって、どんどん煽って、だから軍事費なんだと、皆さんの税金を軍事費に注げと、教育よりも軍事だと、福祉よりも軍事だと、まあ、自公の人たちがどうも言っている。まあ麻生とかね、まあ、岸田この首相の周りがもう筆頭でそれ言ってるわけですよね。まあ本当は憲法9条がある国でよくもまあこんなことをやるもんだなと思います。で基本的には国会議員たちは憲法に逆らって政治をすることはできません。今これはまさに立憲主義ということですが、それをなんか無視して、まあ、自公もそうだし、あと維新とかね、なんか変に煽って軍事だ抑止だと言ってるわけですが、国民もそうなんですけど、まあ、ひどいですよ。本来の9条の下での平和主義国家だということを私たちは忘れてはいけません。そしてあのもう80年弱になるわけですけれど、あの戦争の時に何が起きたのか、そしてこの8月15日という日は 何の日なのか、どんな戦争だったのか、私たちは思い出さなければいけません。真珠湾攻撃で私たちの国は勝ちました、アメリカに。あの時2000人ものアメリカ軍の犠牲を、まあ、日本の攻撃によって生み出したわけですが、どうでしょう、あれはまさに敵基地攻撃能力なのかもしれないし、先制攻撃そのものだったんですが、その後どうだったですか。その後私たちの国はもう劣勢も劣勢を重ね、軍人は餓死も含めて210万人ですか、亡くなっています。そして国民が巻き込まれて100万人の方々が亡くなっています。合計で310万人以上の方々が前の戦争で命を失っているわけですよ。この犠牲をどう考えていくのか。この日本の国というのはこの戦争の検証というものが甘い国で大変有名であります。
ドイツは、まあ、ウィシュビットがいろいろあったけど、まあ、きちんと完成をし、そして二度とそれが起こらないようにという、そういう仕組みがいろんなところで構築されてるんですが、どうですか日本は。またなんか戦前のように舞い戻ってると思いませんか。おかしいですよ。おかしいと思います。テレビ報道、今日どんな報道されるか分かりませんが、今まさに安倍から続いて、安倍菅岸田と続いて、憲法を無視したような、憲法を蹂躙したような政治がまかり通っているということ。私たちの国は平和主義国家であった。それが軍事国家へと、まさに変えられようとしているということ。この危機感を、私たちで自分事として感じていかなければいけないと思います。私たち、まあ私も小さな政治家ですが、しっかりと真実をきちっと伝えていかなきゃいけないと思いますし、いろんな方々と一緒にアクションを起こしていかなきゃいけないというふうに思っています。まあ、今日お伝えしたいのはこの妖怪の孫というですね、まさにこの監督命がけで作ったようなドキュメンタリー映画があります。ぜひ、ここお通りの皆さん、ぜひこの妖怪の孫、Amazon プライムなんかで配信されてますから、ぜひご家庭で、ご家族でご覧ください。今の私たちの政治というのはどういうことになっているのか、よーくわかります。この妖怪の孫を私、大推薦でおすすめをしたいと思います。で、今日もう一つ言わせていただきたいのは、原発、そして福島の汚染水のことです。原発が2011年、爆発したのを皆さん覚えてますか ?2011 年の3月12か13日ですね。11日が地震があって、その後、原発が爆発しました。福島第一原発が爆発しました。で、メルトダウンしました。メルトスルーしました。放射性物質のデブリが、今その原子炉の底にいっぱい蓄えられています。で、そのデブリに地下水が当たっちゃって、どんどん汚染水が生み出されている。で、その今放出しようとしている量は134万トンです。134万トンってピンとこないかもしれませんので、ちょっと解説すると、東京ドームいっぱいに水を貯めると124万トンだそうです。134万トンというのは、それよりちょっと多め。ちょっとっていうかもっと多め、134万トンですよ、汚染水。で、それをアルプスという処理装置で処理するというんですが、トリチウムという放射性物質は 100% 取り除けないことが分かってます。そして他の放射性物質、ジコロですから、たくさんの他の放射性物質があるんですが、そのトリチウムの他の汚染物質も7割が基準値を超えているという発表を東電自らがしています。そしてこれ海外の研究者らは、東電の発表資料ではタンクの中身が全くよくわからないと、ほとんどが明らかにされていないと言っています。そんな汚染水を今垂れ流そうとしているわけですよ。そんなこと許せると思いますか。放射性物質が垂れ流されたら DNA に作用します。生物の DNA に作用するということは、染色体異常とか、まあ、いわば奇形だとか、子供が生まれなくなるとか、いろんな私たちがわからないような影響が及ぶということなんです。それを福島から今にも吐き出して、世界中の海を汚染しようとしている。これが今の岸田政権のやりようです。私は絶対反対。東北人の一人としてこんなことは絶対に認められない。汚染水の放出が始まったら、皆さん知ってます？40年も50年もずっと吐き出し続けるんですからね。134万トンを薄めて薄めて放出すると言ってるけども、薄めてるから大丈夫っていうのは大昔の論理です。薄めたって放射性物質は総量は変わりません。で、総量がどれだけ生物にインパクトを与えるかと、これ当たり前のことで、そういう当たり前のこともなんか把握せずに、薄めれば大丈夫とか言って放出し始めたら、40年も50年も福島が、福市が世界中の海の汚染源になるということです。
大変深刻な長期的な海洋汚染です。それをなんか福島の漁民の方がだんだん理解し始めたとか嘘言って国民に騙して国民を騙して汚染水を吐き出そうとしている。これも私絶対許せないことです。で原発回帰とかでもう冗談よしてくださいよって言いたいですよね。私たちの国はまさに広島長崎で原爆で多くの犠牲を払い、そして放射能汚染で今もなお広島長崎の周辺にはそれに苦しんでいる方々がいる。そして福井の原発の事故であの大爆発でまた被爆してるじゃないですか。広島長崎福島で被爆してんのにさらに原発を続けるってもうどういうことなんですか。それドイツでは今年の4月25日4月の半ばにですね原発ゼロにしました。ドイツもそもそも38基ぐらいの原発があって、そして福井市の原発事故の時は17基原発がありました。でもその時メルケル政権で決めて2020年22年末にはもう原発ゼロにしますと決めて、例えばジーメンスという原発の会社は今や風力発電の会社になってます。そういう産業の移転だとかさまざまなそれこそ政策を講じて原発ゼロの国をドイツではもう実現をしています。それに対してどうなんですか。これ事故を起こした日本は何やってんですか。日本で初めに原発ゼロにすべきなのが原発回帰とかなんかわけわかんないこと言ってる。再稼働は当たり前だし、なんか新しい原子炉を作って地球温暖化防止だとかって言ってる。あのもう気候危機は喫緊の課題で、原発作ってんの40年もかかるのは原発作ったって間に合わないんですよ。のろくて危なくて危険で高い、そして汚染物質でもう世界中に迷惑かける、これが原発の常識です。だって原料だってオーストラリアのジャビルカとかから来るんだから、何もこの日本でね、なんか再生可能とか言ってるけど再生可能とか言ってるあのプラントはまだ稼働できてないし、まあそういうことなんですよ。だからもうあのまず戦前回帰とか原発回帰とか早くやめてほしいと私は思ってます。まあ、こういうこともなかなか報道なんかでは伝わりません、報道してくれません。なのでこうやって皆さんに直接お話しするしかないし、私もこれからきちっと YouTube でこういうことを発信していきたいと思ってます。本日は8月15日敗戦記念日です。日本が仕掛けた戦争に敗れた日です。真珠湾攻撃で先制攻撃をかけて、あの時は2000人アメリカ人を殺したかもしれませんが、日本人は結局軍人210万人、一般人が100万人、合計310万人以上の方が犠牲になってます。その教訓を生かさないんですか。そのことを私はお伝えしたい。またやるんですか。岸田政権の下で今危なくなってますよ、新しい戦前と言われてるじゃないですか。改めてお伝えをしたい。そして妖怪の孫という映画、今 Amazon とか Amazon プライムとか、まあ、いろんなので配信されてますので、ぜひこの映画皆さんご覧ください。よろしくお願い申し上げます。今日は、8月15日敗戦記念日に、ちなんで、今日は話をさせていただきました。鶴岡市議会議員の草島慎一でした。ありがとうございました。失礼します。